はいどうもこんにちは、もチャンネルンです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、またね、新しいねトーマスくんに仲間たちがね増えました。今回はね6両のね大きな、ね、セットになってるんですが、ゴーゴートーマス、トーマスとアニー&クララベルと仲間たちでと、こちらをねちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、リニューアルされてね、いろんなね種類のねトーマスくんのプラレールが出てるんですけども、今回は6両のセットになってますね。で、以前にね紹介したことあるこのなんかくるっとね回転するねセットとか、山を登ってですね滝をこう下るねセット、それで走行できるのは今回多分ねこちらのねトーマスくんのね車両のみとなってるみたいで、それ以外はおそらく古いという言い方は合ってるかわからないですが、まあこれまでにね登場してきた、トーマス系のねプラレールのねものの、まあ言ったら新しいね顔とか、ね、そういったものになってるんじゃないかなと思いますんで、まあその辺ともね、比較しながらね今回ね見ていこうかなと思います。さあそれではね行きましょうか。ちなみにセット内もうざっと言っておきますね。トーマスとアニーとクララベル、そしてねいたずら意地悪貨車のこちら積み荷が樽ですね。僕も樽ですけどもね、はい気になっちゃいますね。で、こちらがいたずら意地悪貨車の、積み荷がですね果物となってます。で、その横ねこちらスキフですね。ほんとねユニークなね楽しいね仲間たちのセットですね。で、旧車両と、ね、比較しようと思いまして、こちらアニーとここに、クララベルいてるんですけど、その辺とねこう表情とかデザインのね違いね見ていくのと、でちょっとこの意地悪貨車系はねちょっとねあれだったんですけど、このスキフですね、スキフに関してはこのねライアンとのセットのねスキフが僕の中でポーンと出てきたんで、ちょっとねこれとも今回ね比較ねしようかなと思っております。さあそれではね最後までよろしくお願いいたします。で、パッケージでざっくりと見ていきましょう。はい、そこの部分ですね。はい、こんな感じで積み荷とかの説明とか書いてますね。積み下ろしできるみたいですね。いいですね、いいですね。で、ぐるっと、はい、こうなってまして、あ、トーマスとアニーとクララベルの説明はここに書いてあります。なんか表情、どうでしょうね、リニューアルバージョンなんかな、これね。なんかアニーとクララベル同じ顔になってるような気もするんですけど、気のせいですかね。ちょっと変えてほしかったと思うんですけど、実際のアニメどうなんですかね。新しいね、シリーズのアニメを、まだね、ごめんなさい、見てないところがあるんで、ちょっとね、理解が追いついてないんですけど、で、はい、箱の裏面ですが、セット内容とか遊び方ですね。こんな感じに載ってあります。よし、じゃあね、お待たせしました。続いてですね、これは箱の方を開けまして、ちょっと楽しんでまいりましょう。この新しいのトーマスになって、セットので言うと、あ、でも僕まだ紹介してないのがあるんで、僕自身もちょっと置きっぱなしになってるのが悪いんですけど、セットで言うと2つ目ですね。大きなね、車両のセットですね。でも6両は初めてですかね。よし、じゃあちょっと見ていきましょう。さあさあ、ではでは登場です。ドーンとね、しっかりとね詰まっておりますが、ではトーマスからね順番に見ていきましょうか。今回の表情、ちょっとなんか怒ってるというか、ちょっとなんか悲しい感じなんですかね。焦ってるのかな、これ。はいはいはい、なるほどね。よし、ちょっと出していきましょうか。よいしょー。はい、登場しました。我らがトーマスくんです。ではではちょっとね見ていきたいと思いますが、まずね、はい、全体はくるっとねこんな感じになっておりまして、今回もねリニューアルされてねトーマスくんになっておりまして、形はね今までこれ合わせて3種類出たんですけど、トーマスくんね全部一緒ですね。で、今回の表情はこんな感じです。どうなんでしょう、これ。なんかねびっくりしてるというか、ちょっとビビってるような、はい何か焦ってる、そんな感じの表情ですかね。なんかちょっと可愛いですけどね、これまでになかったまた表情がね素敵ですね。今後ねどんな表情がねまた登場するんですかね。今回もいい感じじゃないかなと。で、それ以外のところで言うと、おなじみのねこのブルーの車体からに赤のねこう塗装が入っておりましてと、で、側面のデザインですが、はい、ここの部分はもう全面シールですね。この部分はシールになってます。で、車輪ですが、こちらね、これまでに登場したストラクチャーに対応できるようにこんな感じでちょっとこう突起があるんですよね。これが引っかかってね楽しめる形となってます。で、後ろですが、はい、リア周りはこうなってます。こちらね石炭積んでますね。結構ゴツゴツしてねこうリアルな形、色使いになってます。で、こういったところにちょっと細かい塗装も入ってますね。で、反対側の側面ですが、はい、こちら側も一面ねシールになってまして、はい、車輪のところはこんな感じです。あ、ちなみに真ん中の車輪もシールですね。で、上から見てみると、はい、こうなってて、スピードは1速のみです。で、そこの部分はと、はい、こんな感じです。で、こちらね後ほど走行もしますので、ではちょっとね電池の方入れておきましょう。はい、ここのねねじ緩めて手と腕パカッとボディカバーを外しまして、はい、この部分ですね、炭酸電池に1本を入れていきます。はい、こんな感じでちょっとしてちょっと動作、はい、 OK ですね。よし、でボディカバーね、後ろのこの爪を引っ掛けてと装着して、でネジの方もねしっかりねまた締めておきましょう。出た。はい、OK、もう一回ちょっと走らせとこう。どうだ、はい、これぐらいの速度です。はい、バッチリです。ということでね、はい、まずね、最初ですね、こちらですね、また可愛いね、表情のトーマスくんがね、コレクションに加わりました。さあさあ、それではね、他のね、仲間たちもどんどん見ていきましょうね。まあ次はトーマスくんといえばね、後ろはアニーとクララベルなんで、ではではちょっと順番にいきましょうか。このお隣に入ってたのが、これ先にあれですね、クララベルですね。後ろにつながるタイプ。タイプっておかしい。はい。順番で言うと、アニー、クララベルなんで、クララベルの方からいきます。さあさあ、それではちょっとね、見ていきたいと思います。はい。まずね、全体はね、ざざっとね、こんな感じになってます。ね、あ、後ろ素敵な表情ですね。はい。こうなっておりまして、まあ多分ね、形的には後ほど比較しますが、まあこれまでのね、アニー、クララベルと同じ車体かなと思いますね。で、色的なとこで言うと、まあ同じですかね、これもね。こちらにちょっとまあ木の色っていうのかな、茶色で、この屋根の部分がグレーですね。まあ白に近いグレーとなってます。で、台車の部分ですね、こちらは黒色になってて、で側面のデザインがね、今回ね、名前書かれてないんですよね。でこれまではね、アニーとクララベル、ここにね名前が書いてあるんですけど、今回はね、まあ、こんな感じのね、こうデザインが入ってるような形ですね。ちなみにこの部分は、一面このようにシールになってますね。名前とかね、表記ないんですかね、実際のアニメの中で。で、これね、後ろにね、クララベルの表情あるんですけども、このようなね、感じのね、表情なので、まあ、表情は、あれですね、新しいアニメの表情になってるんじゃないかなと思います。後ほどこれも、並べてみましょう。なかなか素敵な笑顔ですね。で、反対側のね、側面ですが、はい、こちら側も先ほどの、ね、反対の面とね、同じデザインになってますね。こんな感じでシールになってまして、で、屋根の部分ですが、こんな感じで、そこはね、はい、このようになっております。ね、クララベルは、ほうほう。じゃあちょっと旧バージョンも出しましょうか。ちょっと後でせっかくなんであれしましょう。ね、すれ違い走行しましょうね、新旧ね。そういうのやったことなかったんで。でと、よいしょ。ちょっとね、クララベルですが、はい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 。表情ですか。あ、でも、並べてみるとやっぱ全然違いますね。はい。こんな感じになってますね。まあ、こっちは言ったら CG バージョンになるんですかね。こんな感じの表情なので、まあ、柔らかさで言うとどうなんでしょうね。今回の新しくなったね、クララベルの方が表情的には柔らかいですね。こうよりアニメっぽい感じなんですけども。とか、まあ僕の中で言うと人形劇がね、一番好きだったりするんで、まあまあどれもいいんですけどね。うん。まあ今回はね、こんな感じの違いになっておりました。結構今見たこれ、ちょっと怖い。リアルでね。怖いって言ったら失礼かもしれませんけどね。で、ボディの形はね、一緒なんですが、やっぱちょっとなんか若干色が変わったんですかね。このね、木のところの色がちょっと濃くなって、で、屋根の部分ですけども、ここがね、ちょっとより白っぽくなったといった感じですね。比較してみるとね。はい、こんな感じになってます。で、まあ、それ以外は、台車もブラックのところは一緒ですね。はい、こんな感じとなってます。ということで、はい、こちらでね、2つ目、かわいい表情したクララベルでした。さあ、では次行きましょうか。ね、次、アニーですよ。アニー参りたいと思います。アニーとクララベル、これね、でも表情、本当に同じかもしれません。よし、行きましょう。だから、これ、車体的に言うと、あれですよね、側面のデザインも、同じっぽいんで、顔のシールを前後に貼り替えただけみたいな。ひょっとするとそんな感じかもしれませんね。よしよし、ちょっと見ていきましょう。はい、これとこんな感じですね。あ、でも側面のデザインも違いますね。アニーのデザインはこんな感じで、ちょっとクララベルと並べちゃいましょうもんね。はい、このように、この外側のこのくるんだやつ、これがね、ないですね、アニーに関してはね。このようなね、デザインになってます。で、まあ、形、車両の形は同じですね。で、色も一緒です。で、はい、こんな感じで連結部分で、反対側も、はい、このようになっておりまして、ここもまあデザイン違いますね。で、表情なんですが、はい、ね、左が、これが、クララベルですね。で、右が、ね、これアニーなんですが、僕一緒かなと思ってたんですけど、危なかったですね。これ目の色違いますね。はい。これは知らなかったですね。クララベルがブルーで、アニーが、まあ、オレンジと言っていいんですか？この辺のこの、まあ、笑い方とか全く一緒なんですよ。全く一緒なんですけど、目の色が違うといった。はあ、なるほど。一応ちゃんと違うんですねといった、はい、感じになってます。いやこれね危うく一緒って言いかけましたんでね、はい、危なかったです。で、旧アニーとちょっと、並べてみますとね、こんな感じになっておりまして、まあアニーはねちょっとこうなんかこんな感じのね表情が、まあ、僕の中でイメージ強いんですけども、まあ、今後はあれですかね、新しいねバージョンもいろんな表情が出るんですかね。まあシルなんでね多分いろんなね展開を考えられてるとは思うんですけども、期待してね待ちたいかなと思います。言ってもね初めてのねニューバージョンのねアニーと比べるなんでね、今後ねいろいろ登場するの期待しましょう。ということで3つ目こちらねアニーでした。よし、じゃあね、まあ、せっかくなんでちょっと編成作りましょうね。新旧のトーマスくんの編成作るとどうなるかいきましょう。新しい骨、新しい骨、新しい方の3両編成とでですよ、こちらね古い方の旧バージョンの、トーマスくんの3両編成です。さあさあさあ皆様的にはねどちらがお好みでしょうか。僕に未だにやっぱね正直言うとこっちのトーマスくんがもう好きすぎてこっちの落ち着くところはあるんですけども、まあでもね可愛いしね、ていうかアニーと比べるもね、ここね車輪の部分が突起出てギミック走れたらね良かったんですけどね、今後そういう展開されるんですかね、その辺とかも気になるところなんですが、まあ新旧並べるとねこんな感じになりましたね。皆さんどちらがお好みかぜひ教えてください。よし、じゃあね続いてがちょっとこれ置いといて、ではでは、意地悪貨車だったかな、いたずら意地悪貨車かね、こちらからいきましょう。まずこれ樽ですね、樽を積んでいるバージョンですね。おお、樽のパーツはあれですね、これまでに登場したやつと同じですね。よいしょ、ちょっと出しておきましょう。よいしょ、さあさあさあ、ではでは行きましょうか。はい、こちらね、いたずら意地悪貨車の積み荷が樽バージョンですが、はい、くるっとね、こんな感じになってます。まあ、形はもうこれまでのね、トーマスくん登場した貨車系と同じですね。で、表情は男前ですね。なかなか、かっこいいね、顔つきになってます。ちょっとこう、斜め右上ですね。こっちから見るとね、視線がね、このなかなか男前です。口元とか眉毛もなかなか凛々しいですよ、これね。はい。何か企んでそうな気もします。で、色的には、これ茶色っぽい感じと、台車の部分が赤色になってまして、で側面ですがこちらはグレーのねラインの塗装がこんな感じで入ってます。で後ろですが、はい、こんな感じで、まあ後ろはシンプルですね。で反対側も同じような、ね、感じになってまして、で、荷台の部分ですね、はい、こちらにはね樽のパーツが積まれてて、でこれ積み下ろしすることができます。4個がね1つに固まっているようなね形のね樽パーツで、まあ、これまでにね登場したことがあるので、まあ他のパーツをね多分ね載せることもできると思うんですが、今回のね樽のパーツはこんな感じですね。まあ、一応茶色のこう成型色ですね、こんな感じで同じものがね、はい、2つね積まれております。もちろんこちらもね積み下ろしすることができます。ということでこちらですね、まあなかなか凛々しい顔でしたね。うん、嫌いじゃないですよ。はい、こちらねいたずら意地悪貨車の積み荷樽バージョンでした。でもう一つ、積み荷が果物の緑のバージョンですね。よいしょ。はい、こちらは表情はちょっと控えめな表情ですね。あーなんかおしゃれ野菜じゃない果物か、果物おしゃれ、これりんごとみかんっぽいですね、パッと見ね。よいしょ、ちょっといきましょうか。ほいほい、おー、あーいいですね。ほいほいほい、おー積みに素敵。よし、じゃあちょっと見ていきますか。はい、こちらねいたずら意地悪貨車ですね。表情ははいこんな感じです。なんかちょっとこうなんでしょうね、渋ってのかな、困ってのかな、こんな感じのねちょっとほうれい線が目立つね。はい、こんな感じの表情になってますね。で瞳の色がこちらがねこれねオレンジっぽくて、こっちのやつはね青色だったんですよ。なんか兄と比べるとね同じようなこう分かれ方しますね。うん、でこれ、ね、ボディのカラーというか木の部分は緑色になってまして、台車も同じく赤色ですね。で側面もこんな感じでねこの部分のラインが塗装入ってます。ちょっとこれね淡い浅い感じのグリーンですね。で後ろの部分ですが、はい、シンプルにこうなってまして、反対側も同じように塗装が入っていると。で積み荷ですが非常にね形リアルですね。なんか果物の積み荷って僕これまでに持ってたかちょっと記憶にないんですけど、まあでも今回これ非常になんかちょっとリアルですね。これが多分ね、まあ、みかんオレンジかなと、あとこちらがりんごですね。はい、こんな感じで、まあこの2つはねちょっとこう前後違うだけで同じパーツだと思うんですけど、ちょっと下ろしましょうか。よいしょ。はい、こんな感じのね積み荷になっておりまして、で、形的には同じですね。同じものがね2つ入っておりました。でもなんかほんとねリアルなんで、なかなかね素敵なね箇所になっておりましたね。いいですね、素敵な積み荷向けです。ということでこちらですね、いたずらいじわる貨車の、積み荷が果物でした。なかなかカラフルでほんと素敵ですね。で続いて、もう言っても早いものでラストだ。これスキフですね。よし、ちょっと出していきましょう。これがちょっと出しにくい。よいしょ。多分本当はね段ボール切った方がいいと思うんですけど、ちょっとよいしょ、こうねかかりを取ったら気持ちいいかもしれない。よし、では行きましょうか。おっとっとっと、旗が、旗というか、これは、なんだ。マストか。マストですね。マストのパーツ、別になってますね。はい、こんな感じですね。取り付けるだけですね。差し込んで取り付けるみたいになってます。で、スキフですね。よっしゃ、行きましょうか。それでもうつけときましょうかね。はい。よいしょ、こんな感じでね、ほんともうつけるだけですね。で、いきたいと思いますが、多分ね、前のやつとね、表情同じかなと思うんですけども、ちょっと視線が、はい、向かって右に向いております。こんな感じで、スキフ、船ですね。はい、こうなってまして、台車の上にね、固定されてるような形なんですが、ここね、ちょっと回転するんですよ。こんな感じで、はい、くるっとね、回転するんで、なかなかね、面白いですね。はい、素敵なね、ギミック付きのね、船の車両ですね。で、側面なんですが、もうお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、前のやつねここスキフって名前入ってたんですが、今回はもう真っ白なんですよ。ちょっとだけねここは残念かなと思うんですよね。名前は入れてほしかったですね。アニーとかコララベルも名前ないんで、ひょっとすると新しいバージョンのねスキフも名前入ってないんですかね。でも箱、なんかちょっと箱のイラストを今ちらっと見たらなんか名前見えないんで、ひょっとするとこれがこれで正解なのかもしれませんね。ちょっと下調べねしてなくて申し訳ないんですが、今回は名前がないです。で後ろですが、はい、こんな感じになっておりましてと、で反対側もこれになっております。こっちも名前ないですね。で上から見てみるとこんな感じね、ブルーですね。甲板はブルーです。で底の部分はと、はい、このようになっておりまして、車輪はね小さい赤色になってますね。なかなかでも、いい車両ですね。じゃあちょっとね、はい、旧バージョンのこのスキフちょっと出しましょう。はい、出してきました。こちらですね。じゃあ、これもね、マスト立てましてと。で、今回のね、やつと並べてみると、はい、もうね、同じですね。はい。視線がちょっとこう違うぐらいで、もう同じものになってるんじゃないかなと思いますね。形は一緒ですね。で、色とかもね、車輪に台車に本体もほとんど一緒で、若干今回のやつの方がブルーが濃いめかなとは思うんですけども、似たような感じの印象ですね。で、マストのね、パーツとかデザインも一緒ですよね。で、前のやつはね、このようにこう、スキフっていうね、名前が書いてるんですけど、今回のはないという。形です。でそれ以外、本当この名前のとことあと視線以外はそこまで大きな違いはないんじゃないかなと。色は違うんですけどね、そこまで大きくはないかなとは思います。はい、ということでこちらですね、スキフですが、名前があるかないかはちょっと調べてみないと分かりませんけど、今回のね名前が入っておりませんでした。はい、こんな感じでですね、すべてね出揃えましたが、今回ね旧バージョンのちょっとトーマツくんもいてるんですけども、せっかくなんでね、さあではねちょっと伏線のねレイアウトを使って新旧でねちょっとね走行の方もね楽しんでいきたいと思います。さあそれではね走らせていきましょうか。とりあえず外側に今回のねセットの部分いきたいと思いますね。はい、ではちょっとねトーマツくんを置いて、でスキフとですかね、もういたずら貨車とかもちょっともう新しいの全部つないでみましょう。せっかくなんで、せっかくなんでね、よいしょ、ちょっと大行進しましょう。大行進で、よいしょ、はい、これで OK で旧バージョンのトーマス君は内側で、せっかくなんでね、はい、こっちのスキフをつないでと。さあそれではお待たせしました。ではね新旧トーマスくんね、すれ違い走行を楽しんでいきましょう。ではでは出発進行。電池入れ忘れた。いやちょっとめっちゃ混ぜてですね僕ね。やば晴れてました。はい、ちょっと電池入れていきます。旧バージョンはねもうすっとドライバーなしで電池入れるんで、ちょっと動いた。これはこれですごい今考えたら楽っすよね。はい、これで OK。さあでは仕切り直しですね。はい、行きましょう。よいしょ。つなはい、でこうでこうして、ではいきます。トーマスくんね、真空出発。あー、止まってよゴーストプレイルがそうそう、行きましょう。3度目の正直出発進行、行きたいと思います。あ、いいですね。ではではこちらも、おう、しっかり走ってくれてる。こう見るとどっちもいいですよね。結局なんかどっちも相性があって本当素敵ですよ。はい、ということで今回はですね、新しく登場したね、機関車トーマスのプラレールですね、55トーマスのトーマスとアニー&クララベルと仲間たちセット、こちらね、ちょっとね、楽しんでいきましたが、さあ、いかがだったでしょうか。まあ、ほんとね、新しくね、なったね、トーマスくんも、だんだんね、ちょっとこう、馴染んできた頃だと思うんですけども、ね、まだちょっとね、若干ちょっとね、まあ、慣れないところもあるんですが、ね、皆様ね、どちらがお好きでしょうか。ね、まあ、アニーとクララベルに関しては、なんかちょっと今回可愛いなと、正直、思ったところがあるんで、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思います。ただね、トーマスくんのね、新しいねシリーズでちょっといろんなこうストラクチャー関係が出てるんで、まあ他のねキャラクターたちも主要なキャラクターは結構アクションにね対応してるみたいなんですが、アニーとクララベルはでも連結とかがあるからやっぱね、滝を下るとかがやっぱ厳しいんかな。そういったのが多分厳しいと思うんで、多分それで対応してない可能性はあるかもしれませんけども、なんかね車体のねこう形とかデザインもね是非ねちょっと変えて、そこもリニューアルしてほしいかなとちょっとだけ思いましたね。まあ、シールでね表情とか側面のデザインも変わってるんで、まあこれはこれでね新しいね世界をね楽しめると思いますんで、まあ新旧ともにねトーマスファンの方是非ねこちらねコレクションに加えてみてください。これはこれで本当ね素敵だと思いますんで、まあ、今後ねちょっとね楽しくてね新しい仲間ね登場するので、ね、楽しみにねしたいと思います。で、ね楽しみにしたいと思いますと言いながらも、これまでのシリーズね買っときながら紹介とか全然してないんで。またねちょっとねまとめてね、次はね今回の、ね、トーマスくんも含めてアクションもねちょっとね楽しんでいきたいと思いますんで、楽しみにね待っててください。まあということで、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメントや評価どうもお待ちしてますのでよろしくお願いします。あ、Twitter じゃない、もう X になったねもうやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いいたしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。